皆さん、こんにちは。ドラム講師の森谷亮太です。いつも動画レッスンをご覧いただき、ありがとうございます。今回、この動画レッスンでは、スティックの握り方についてご紹介したいと思います。スティックの握り方なんですけど、インターネットや、ドラムの教材で、様々な握り方が紹介されていると思います。この動画レッスンでは、専門的な説明は一切行いません。なぜかというと、皆さん、そのドラムを何でもいいから、早く叩けるようになりたいと思っている方がほとんどだと思います。なんて言うんでしょう。専門的な、握り方。これも、いろいろ、もしかしたら調べていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、うんざりしてると思います。もう、あまり難しいことはせずに、一番効率のいいスティックの握り方というのを、今回はご紹介したいと思います。まず、スティックを、握るとき、ドラムを叩く上で一番、重要になってくるポイントというのが、指を合理的に使える握り方っていうのが、一番大事なポイントになってます。様々な、スティックの握り方が紹介されてるんですけども、すべてに共通するのが、この指がしっかりと使える握り方というのが、すべて共通してます。まずは、これを、合理的に使えるやり方っていうのを紹介していきましょう。まずは、スティックの、真ん中から中心からちょっと下ぐらいですね。ところ、人差し指の第一関節と親指で挟むように持ってください。後の指はそのまま一つ一つ第一関節を当てるだけですね。そのまま手の甲を上に持ってみましょう。もうブランと持ってるような感じです。力を極力使わないのですが、引っ張っても抜けないぐらいの程度の力で握ってください。たまに、見られるのが、スティックをここで握り込んでしまう方。というのは、指が、人差し指しか、この場合は使えないんですね。周りの指っていうのはすごく使いにくくなってくるので、第一関節ぐらいのところで押さえる。で、あとは全部、人差し指の、中指、薬指、小指の第一関節のところに当てると、指が大きく使えるので、合理的に持てるようになります。この場合ですけど、あまり、一番最初の段階から、薬指と小指、あまりちょっと上手に動かないと思いますので、中指ぐらいから少しずつ鳴らしていくような感覚でしてください。だいたい、スティックの真ん中よりちょっと下ぐらいから、第一関節、から全部合わしていくような感じです。で、最後小指でちょっと積み込んであげるような感じにすると、しっかりと持てると思います。そして、スティックを構えるときは、なるべく、腕からまっすぐのポイントで持つようにしましょう。これが、合理的に指が使えるような持ち方になります。そして、あと一つ、体の動かし方ですね。これをもう一つ紹介していきましょう。スティックを、まず持たない状態で、腕を自然に上げていきましょう。わかりますか？こういうような上げ方をするんですね。そして今のスティックを持った状態から同じ動きでやってみましょう。この時にスティックを握り込みすぎてしまうと肩にどうしても力が入ってしまうんですね。なるべく手をブラブラさせた状態のまま腕を自然に上げてみてください。これは必ず鏡を見ながらやってください。これはどうしても腕を確認しながらやると絶対に肩に力が入るので、鏡に映ってる姿を見ながら
然にこう手を上げてください。そして、手を上げるときに、スティックの形っていうのがそのまま変化しているのがお分かりいただけますかね。この状態を自然に作ると、自然とこう手が上げれて落とすことができます。といった感じです。で、スティックを、まあ、持つ、合理的に持つ一番の練習としては、スティックを逆に持って、このチップの方ですね、チップの方の、先っぽを、第一関節から持って、あとはまあ、先ほどと同じように、全部第一関節を合わせるようにして、この肘を叩いてみましょう。そしたら、無意識に、手首と指がシンクロして使えているような状態が作れます。これを、スネアドラムが、を叩いてることを想定して、この肘を叩いてみてください。そして、それに慣れてきたら、そのままですね、そのままスティックを後ろの方に持ち替えて、同じ叩き方でやってみてください。どうしても握り込んでしまうなと感じたら、またスティックを逆に持って、指で肘を叩いてみましょう。これが一番いい方法です。チップを第一関節から持って肘を叩く。これも、まあ、大きく使ったり、まあ、こうちっちゃく使ったり。これも様々、鏡を見ながら、ぜひ試してみてください。といった感じで、今回の動画レッスンを終わりにしたいと思います。また次の動画レッスンでお会いしましょう。さよなら。